はい、どうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブからいきます。でテーマはラバルです。ラバルってですね、結構苦手意識持ってる方多いんじゃないかなと思うんですよね。まあそういう僕もすごく苦手意識あるんですけど、うちにいるキルアさんというね方がもうとにかくね、突撃艦スパイズラバルがうまいんですね。で、もう対戦だろうがリーグだろうがゴリゴリ初見で全開取っていくんで、これいいなと思って、僕もやってみたいと思ってね、習いながら始めてみたら、あれ意外とこれパターンはめれば強いんじゃねえかっていうことにちょっと気がついてきて、まあそれでちょっと今日ですね、若干調子に乗って、ラバルできる的な、ノリで、話をしちゃいます。はい。まあ実際そんな僕うまくないんですよね。うまくないんだけど、でもやっぱこのパターンにちゃんとはめることができる村を選べさえすれば、まあ、今回一応野良戦でね、チャンプ2の相手ですが、星6をね、突撃艦スパイスラパルでこう取れたんですよね。村選びをまあキルアさんにこう見てもらったりしながらなんですけども、なんで今日はその中で学んだことをちょっとね語り長くなっちゃうかもしれないけども、余すことなく話していければというふうに思いますので、ぜひねラバルやってみたいって思ってる方は最後までご覧ください。で、まずね、突撃艦スパイズラバル、どういう風に村を見ていくかというところなんですが、重要になるポイントがまずあります。タウンホール防衛軍、あと相手のロイちゃん、アーチャークイーン、投石機、これ6つね、合計タウンホール14の村ってありますけども、このうち相手のロイちゃんかアーチャークイーンどちらかと、投石機1機、これは残してもいいです。ただタウンホール防衛軍、まあ、今回言うとこっちなんですけど、ロイちゃん投石機1機、この辺っていうのは突撃艦スパイスプラススーサイド、まあ、ヒーローパートですね、これで絶対に処理していけるようなプランが組めるかどうか、そこでやるかやらないかを選択してもらうのがいいかなというふうに思います。で、まずこれが1個目ですね。で、2つ目のポイントっていうのは、タウンホールにもうね、突撃艦スパビス当てたいんですよ。そうすると結構アドバンテージ大きく取れるんで。で、それやった時に、タウンホールの、そばに、クラン城があるかどうかです。まあ、もっと言うと、突撃艦スパビスを落とすところで、相手の防衛援軍が釣れるかどうかですね。これがすごく重要で、これからのこの一連の流れを見てもらうとわかるんですけども、援軍釣れないとこの攻め成立しないんで、今言った2つですね。相手のロイちゃんないしはアーチャークイどちらかと投石機1機は残すことは OK。でもそれ以外はちゃんと潰せるかどうかですね。で、タウンホールの近くにクラン城があるかどうか、ここをまず見て村を選んでみてください。で、今回はそれができる村なんで、じゃあどういう風に入っていくのっていうと、まずここ、このグランドゴーデンがいるところにですね、突撃艦を落としていきます。目の前の対空砲に、こう、ラバを当てることによって、きっちり突撃艦を届けていって、万が一の事故というのをなくしていきます。で、このね、スパビズパートですね、突撃艦スパビズ、インビジブルかけるの難しいんですけど、こういう狭い区画に入れちゃうと、あんまり暴れないんで、まあ、インビジンがかけやすいというのが1点と、かけるタイミングに関しては、これね、多分5、60回ぐらい練習してみると、大体身についてくると、僕個人としては思います。で、最初はね、多分全然タイミングつかめなくて、スパビズがやられちゃったりすると思うんですけど、諦めずにね、何度も何度も練習してみていただけたらと思います。フレチャとかで。そうすると、だいぶ、感覚的にね、インビジが、そろそろインビジいるな、みたいな感じで、秒数数えるとかじゃなくて、落とせるようになってきます。これは本当に、感覚身につくんで、ぜひ試してみてください。で、次のポイント。ですね、これ。この部分を突撃艦で潰しましたよね。で、援軍が出てきました。これを、アーチャーでここで1体、アーチャー出して、撃っていって、で、それを、アーチャークイーン短期で潰しにかかっていきます。これ、ラバーハウンドだったら、こうね、ラバーハウンドが弾けた瞬間にポイズン打てば、ユニコーンさえアーチャークイーンについていれば、まあ、アーチャークイーンの体力が削られることもありませんし、スーパーガーゴールとかだった場合にも、ちゃんとポイズンを当てれば倒すことができますんで、何せアーチャークイーンパートでまず援軍処理をちゃんとするってところですね。そのためにアーチャーで援軍を取る準備をしておくことも重要です。今回キルアさん、ここの発撃砲をねバルーンで切ってますね。そうすることによってアーチャーをこのエリクサ、ポンプにちゃんと当てることができるような形を作ってました。こういうところもねちょっと難しいんですけども、最初は形を作るその方法に慣れていく必要があるかなとは思います。で、次、
ここのアーチャークイーンの投擲なんで狙わないのっていう風に思う人がいるかもしれないですけど、プランニングの段階でこれね、実はあの理由がありまして、突撃艦スパビスで削った部分に隣接するどちらか、こっちかこっち、どっちかを数サイドで狙うっていう風にしていただいた方が、あの成功率がぐっと上がります。なんでかっていうと、2つ理由があって、1つはこの部分を狙おうと思うと横打ちされまくるんですよ、こういう風に。なのでヒーローパートがあんま伸びないんですよねっていうのが1個ありまして、2つ目は、サイドカットがめんどくさいここに入れるためにやるサイドカットって、この部分のこういうカットと、あとこっちの部分のカット、これを奥、まあ、奥深くまである程度やらないとヒーロー取れちゃうから、やってやっとここに入れれるんですよね。だけどちょっとこっちを狙おうとした場合って、もうこの部分がスパビスでこう削れちゃってるから、ここの部分のカットっていらないんですよね、もう実質。スパビスパートでやったカットを利用して、ちょっとこの部分をこうね、カットしてあげながら、ヒーロー入れていけば、取れないじゃないですか。まっすぐこう、ダーッとこっちに行ってくれますよね。っていう意味で、サイドカットが楽。この2つの理由によって、突撃艦スパビスをやった部分に隣接するところにヒーローを入れていく形を作るのがベストです。で、今回のパターンもそんな感じですね。アーチャークイーンが援軍処理したところで、バーバリアンキングとアイスゴーレムを投げていって、アーチャークイーンの前に立ちます。こうすることによって、もう、バーバリアンキングは、ゴーレムと同じようなイメージで使っていくぐらいでいいかなと思います。とにかく、ロイヤルチャンピオンも今これ後ろから投げてきましたけども、アーチャークイーンとロイちゃんっていうのが、このヒーローパークの火力なので、こいつらが、ババキンよりも先に落ちるようなことがないようにする。これがすごく重要です。で、今回ですね、もう一つ、ラバーハウンドを投げる位置、こっち、こっち、どっちがいいのっていう風な考え方が、まあ、二通りあると思うんですけども、基本的に相手のアーチャークイーンがここにいるので、こっちから投げます。そうすることによって、今もうこれ、状況が起こってますけども、グランドオーデンのトームに、今ストライカーがこれ乗ってるの分かりますかね、ここにいるんだけど、ストライカーが。で、このストライカーがトーム状態でアーチャークイーンを倒してくれるんですね。こうすることによってバルーンの天敵となるアーチャークイーンを、ストライカーにトームかけて潰すことができる。だからこちらの面から攻めていくっていう判断になるわけですね。で、これストライカーがほら、これアーチャークイーン倒してくれましたよね。こんな感じで。これがね、大事です。で、あとは、ラバルを回していくというところですね。で、まあラバルの回し方に関してもちょっとね、後ほど、詳しく話をしていこうというふうに思うんですけども、ここでしてもいいかもしれないですね。こういう風に、もうラバルが直線的にもう回っていうか、まっすぐ走らせるような感じになるんですね。このパターンを作ると。自然とですね。スパウィズパートの削りとヒーローパートの削りがこう隣接すれば、残った部分でこう直線になるじゃないですか。こういう風に。ここが、もう、陸続きの削りになってるんで。で、まっすぐ入れていくわけなんですけども、入れた時に、こうね、ラバルを回していきたいんですよ。こっちに防衛が残ってるから、最後。した場合に、ここはラバーを、さらにラバルを当てることによって、最初に出したこのラバルたちがこっちにそれないように、ちゃんと狙った方向に行くように押し上げる意味で、バルーンをこう追加していきます。こういう風に、この押し上げ効果が結構大事で、これがいわゆるバルーン回すっていう形になるわけなんですけども、この押し上げしてあげないと、バルーンが最後こうチリチリになっちゃって、いろんなところに飛んでっちゃってね、それぞれの場所で防衛に撃たれまくって全滅しちゃうってことになるので、一箇所にまとめていくイメージですね。どこにラバーハウンドをまとめていくのか、それを考えながら、一番最初に出したバルーンたちを押し上げるように追加のバルーンをこう出していくっていう動きをしていく必要があります。このね、バルーンの押し上げっていうのも慣れるまで結構難しかったりするんですけども、慣れてくると割とできたりしますんでね、そこも諦めずにチャレンジしてみてほしいなというふうに思います。これだからね、まあ、簡単ではないんですね。強圧にできるってわけではないんだけども、でもこのパターンって比較的今ドラゴン環境で、村の配置がドラゴン対策に結構偏ってるんで、刺さる場面多いんですよね。今回で言ってもこれ投石機、なんだタウンホール、クラン城、ロイちゃん、ここに固まっているんで、このロイちゃんの真上に突撃艦を落としていきます。で、そこからさらに隣接する部分ですね。ここに、キングとクイーンを入れていく。で、削りをこういう風にね、つなげていくイメージですね。こういう風に。で、アーチャークイーンのいるこっちの面からラバルをグッと回していくという感じですね。パターンとしてはさっきと本当同じですね。変わりません。で、
まずここの部分見てほしいんですけども、削りができていて、ここの防衛とかがなくなっているから、あとこの手前のこの金庫とかね、この部分をスニゴベでこうカットすれば、簡単に奥深くへのサイドカットが決まりますよね。そうするとキングクイーンとかをここに入れやすくなる。という意味でさっき言った効果がもうこれも働いてるのがわかるかと思います。ただ防衛援軍釣りにくいので、これはね、ババキンが目の前でこうダメージ受けていながら後ろから来るアーチャークイーンで処理していくみたいなパターン。少しババキンの体力が減ってしまっていますけども、まあどうしても釣れない場合には、いた仕方ないっていうところかもしれないですね、これは。で、ロイヤルチャンピオンもこう添えていきながら、サイドカットをして、ラバルパートを展開していきます。で、さっきと同じですね。ラバハウンド、バルーンに、トームをかけるタイミングでストライカーも出して、これ相手のアーチャークイーンをこれ処理していきますね。はい、であとは、ぐるっとラバハウンドを直線的に動かしていく、こんなイメージですね、やっていくので、押し上げのバルーンをこう出していって、最後この部分に上の部分ですね、11時方向に、ラバルが着地するようなイメージで回していきます。でヒールの呪文ここに焚いてますけども、炊く場所なんですけども、村の真ん中ら辺で炊くっていうのが、まあ、このね、今ここか、あ、ごめんなさい、ここ、この辺ですね、この辺で炊くっていうのがいいかなと思います。っていうのは2つ理由があって、1つは最初トームをかけますので、バルーンダメージ受けてないから、そんな早々ヒールを使う必要ないんですね。で2つ目っていうのは、今のその配置、さっきも言ったようにドラゴン対策になってることが多いので、村の真ん中ら辺に赤爆弾が集中してるみたいなケースよくあります。でそれにバルーンが全部落とされるみたいなことがないように、ダメージを受け始める。でかつ、赤爆弾がありそうな村の真ん中ら辺にヒールを置いてあげると、割と効果的にヒールの効果、ヒールの恩恵を得ることができますんでね。そんな形で使ってみてもらえるといいんじゃないかというふうに思います。はい。というところでラストですね。もう一本、ユンさん。ユンさんもね、女性プレイヤーで、ラバルできる方って結構少ないと思うんですけど、もう上手いんですよね。キーラーさんにめっちゃ習ってるんで、まあ、ラバル習いたい方いたら、多分カンクラに来てもらえたらキーラーさんが教えてくれるんじゃないかなと思います。まあ、僕と一緒にね、弟子入りしましょう。はい。これいいですね。相手のロイちゃんとアージャークイーン、タウンホール、防衛軍全部捕まえられる、この石に突撃艦を落としていってスパビズを展開していく。ロイちゃんとアージャークイーンがね、これ倒しきれなかったんですけども、今回ちょっとうまくね、インビジブルのその範囲にロイちゃんが出たり入ったりしちゃったりしたもんだから、ただまあアージャークイーンの体力だいぶ削れてるんで、この後ね、この部分、スパビズで削ったので、ここをこんな風にヒーローパーツで削っていくわけなんですけども、まあその際に相手のアージャークイーンと、あとは、投石機をここで処理していって、さっき言ったタウンホール、防衛援軍、投石機、アーチャークイーン、この4つが、突撃艦、スパビスとヒーローファット処理できるという形になりますね。で、同じようにアーチャーでラバハウンドを釣って、アーチャークイーン短期でこれを破壊。で、ポイズンをかけていくことによってノーダメージを作り出します。で、スニークゴブリンでこの部分をカットですね、していきながら、ベビードラゴンで上方面をカット。しっかりとバーバリアンキングとアーチャークイーンがここにね、入っていけるようなカットをしていきます。このカットとかもね、最初そのレジェンドとかでやるとなかなか難しかったりするんですけども、野良対戦だったり、まあクラン対戦リーグだったり、まあ、そういった場面であればじっくり考えられますのでね、何のユニットを持っていてカットするかっていうところ、抜かりなくやってもらえると、慣れてなくてもね、いけるんじゃないかと思います。レジェンドはね、難しいんですよね。これ瞬時に判断するんで、僕も全然できやしないんですけど、こういう対戦系はいけるって感じですね。で今回ロイヤルチャンピオンをアーチャークイーンとキングパートに混ぜているような混ぜてないような感じになってます。なんでかっていうと、これちょっと高等テクニックだと思うんですが、ロイちゃんこっちで残っちゃったんですよね。残っちゃったんで、これを処理するにしてもストライカー当てるのが難しいんですよ。この位置からラバルを出そうと思うと、かといって反対側からもラバル回すのは結構きつくて、こういう風に防衛があるから、こういう風にすごくラバル出しにくいんですよね。この面から出した方が圧倒的に楽。じゃあどうするかっていうと、味方の自分のロイヤルチャンピオンを使って相手のロイちゃんをこう潰していくんですね。ここに今ロイちゃんが倒れてるの見えるかな、倒したんですけど、ロイヤルチャンピオン対ロイヤルチャンピオンの戦いで、こんな風にするために、ラバルパートにロイちゃん待ってトームをかけることによって、相手のロイヤルチャンピオンの場所までその味方のね、ロイヤルチャンピオンを生かして届けるっていうテクニックを使ってます。こんな方法もあるんだなっていうね、感じなんですけど、うまいですよね。はい。まあ、ちょっとパターンとして覚えておく
ックに留めて、まあ、実際やれなくてもいいと思います。最初は最初はやっぱりさっき見てもらった2本のリプレイみたいに、しっかりとねトームストライカーで勝利するという形でいいんじゃないかと思います。で展開ですね。あと最後にこのね編成見ておいてほしいと思います。この編成って結構使いやすくて、インビジブル4のヒール1で、フリーズ1枚ですね。でポイズンも入ってます。でラバーハウンドは3体に、スニーゴブ2体の、スーパーボールブレーカー2体で残りはまたベビドラモかな、ベビドラモ注目かもしれないですね。で残りは全部ラバーバルーンっていう感じの編成です。これ割と使いやすいし今話したパターンにはめやすいのでぜひですね、編成まずはここから入ってみてもらうと行きやすいんじゃないかなというふうに思いますので、それ含めて今回の動画参考にしてもらってラバルやってみたいと思っている方いらっしゃいましたらぜひねチャレンジしてみてほしいと思います。本当にねこのパターンにはめられさえすれば前回いける確率結構高いと思うんで、僕は今ねこの環境だからこその突撃艦スパイズラバルお詰めしたいというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画少し長く、語りが長くなっちゃいましたけども、この辺で終わりにしたいというふうに思います。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。そして、僕のチャンネルタウンホール13、14中心に、クラン対戦の解説の動画中心にやっております。これからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。